焚き火してるで、気持ちええな。この独特な波音聞きながらの焚き火最高やで。入れていいで。お、何入れたん？どないなる？どないなる？どこ行った？あー、燃えた燃えた。おお、ドカーンってなったらどうする？色変われへん。色づいた色づいた、色変わった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 。え、ないよ、いくしかない。色、ほら色変わってきたよ。そういうことじゃない、うん、ない、ないね。お、色変われへん。おお、びっくりした、爆発して。あ、びっくりした。え、場所変えたいと思う。変えたのか。おお、すげえ色変わった、めっちゃ色変わった、すげえ。おお、色変わった。いや、すげえ、めっちゃ色変わったやん。色変わったで。おお、すげえ、不思議やな、なんで変わるん。すげえな。なあ、バチ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 って言うんかと思ったけど言えへんかったな。すげえ、ほんまに火の色ちゃう。なんでやろ。綺麗やな。てっきりバチバチバチ言いながらなるんかと思ったけど、ちゃうかったな。満月やで。魚釣れへんけど次綺麗やな。満月ええわ、この波の音最高。そして焚き火、うん、いいね。息子は花火夢中。あ、終わった。歩きやすいけど。
歩に歩きやすいけど、うん、うん、よし。ああ、もう何もかも忘れてるやん。最低やん。カリスマ性だ。いらんもんばっかり持ってきて。ああ、もう飛んだ。めんどくさいな。糸取ってきた、さあ忘れて。ほんまに5時3分車に戻るの3回目あれ忘れた、これ忘れたって、このさあ忘れた。何しとんねん、なんか身軽やな思ったら。ああ、いい某所、昨日某所、2時から出かけて5時に帰ってきてから某所いいバーベキューして寝て、今5時8分朝から車に忘れ物3回ぐらいして、最後竿を忘れてもう1回取りに行ったわ。はい、7月25日もう汗ボトボト、24度、北東にちょっとうね、波がすごくて濁ってる、うん、まあ大潮3やったかな、釣り人ほとんどおれへん。今日も元気にマウス行くよ。ほんま少ないよ今日。今日日曜日やな。月曜日ちゃうで。びっくりしたよ、そうっすね。息子はまだ寝てるわ。うん。さあ、投げよう。がっついな、ブレーク。やばいぐらいのブレーキの波や。あ、そうそう、忘れた。投げへんのか。D35 に巻き替えたで。うん、プチ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 切れるから、ここのブレークで擦れて、ケバケバになった。釣れへんっぽいな、釣れへんっぽい、うん、どこ投げてもええで広いから、ね、わわ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 わ、おお、どこまで上がってくるんだよ。おい、わ、これ絶対バレるわ、ブレイクで釣れたら。ヒットってなるよ、すごい、すごいよ、ものすごい力。あ、うん、18分5投6投投げたけど坊主っぽいわ、ダメだわ、すごいよこれ波、えぐいわ。ああ、どこでやっやってたんですよ。どこ行きました？あ、ところ、あの、今、板に竿をやってるところいるじゃないですか。あ、はいはい。やってるんですけど。
あれ来てます？あ、あの友達です今日。ああ、ああ、あ、お父さん来てない。今日は仕事なんで。あ、そう、あ、ほんで息子たちお願いします言ってたんや。あ、そうですか。ああ、今回あの塩味噌ライト美味しかったです。ああ、いやいや、その気づかんでいいのに。ああ、いい。今日多分厳しいよこれ。厳しいですよね。多分釣れへん。だからちょっとどっかポイント変えようかな。変えた方がいいかもね。ちょっと昨日とはの方。ああ、ここもうこれは多分無理。こうなったら。で、マウス投げてもブレイクのとこに噛んだらもう出てけへんもん。あ、そうですよ。結構もうなんか魚の当たり。そうそう。メジロを釣れたぐらい引かれるからね。ぐわーってブレイクのとこで。そうだよ。僕たちは足ついてやられてる。あ、ああ、それもそう。向こうやね。ああ、びちょびちょになってるもんね。ちょっとここは厳しい。厳しいですね。早いうちに移動した方がいいかも。いや、僕息子とキャンプがメインなんで、はい、まだ車に寝てるんで。ちょっと僕たち帰る。うん、早く行った方がいいと思う。多分今日もっと荒れると思うから。はい。ね、場所移動して入魂せなあかんもんね。はい、ありがとうございます。ああ、師匠のお礼にもらってしまった。ありがとうやな。ピースさんでいいのに。そうそう、ポイント入れた方がいいよ。釣れませんで、今日は。はい、ごちさんとさんと、コルさんの息子さんと友達さんにとか。だからコルさん、息子たちお願いしますって言うんだよな。仕事で来てないな、それ。38分、すっげー波。もうありえへん。近寄られへん。ブレーキから 30m 以上手前でおるで。これきつい。ほらすっげえ波も。あれにマウス噛んだら目白級の引きになるで。上がってけマウスが。うわー、もうやばい。こんなとこいくらや。だから寝ようかな。やめて、やめて寝ようかな。寝不足続いてるし、もうこんなやつ襲ってくるしは。そんなに離れてんやで、ブレーキから。オークション通して釣りできんの、ほんまの一瞬やで。どんだけ遠投しても釣る。あー、船こないでかなり上がってくる。もうやめようかな、ほんまに。なんやこれ。あかんわ。めちゃくちゃやん。あー、お疲れ、気をつけて。コールさんの息子さん。場所映え。あかんわ。5時44分。潮止まりも重なってるし、波は高いし、これはダメだわ。ちょっと、1位退散。早っ。40分、40分も釣りしてない。ちゃんちゃんやん。ダメだこれ。なんもないの無駄や。もう、何回も釣れるからわかるよ。釣れるかどうか。ああ、無理。絶対釣れへん。釣れへんというか釣りにならない。ダメだからね。ダメだからね。寝てる。自分も寝るから寝といて。
あれもね、貸し切り灼熱地獄、あれも俺、ね、あれも、ほら、昨日バーベキューのこと、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしています。いいねボタンとコメント欄の間に概要欄があって、そこに過去動画とかまとめてますので、時間の時見てください。バイバイ。